各位听众大家好，欢迎大家到关西大学 Chinese Station 来做客。今日も楽しく中国語勉強していきましょう。加油。今回は病気に関する表現。まずはスキットを見てみましょう。你怎么了？脸色不太好。我浑身发冷，头有点疼。是不是感冒了？快去医院看看吧。我一会儿就去。次に単語を確認してみましょう。脸色，脸色，脸色。脸色，脸色，顔色，脸色，浑身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 ，全身，浑身，发冷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 ，寒気がする，发冷，头疼。头疼，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 頭痛がする。头疼，感冒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 ，風邪をひく。感冒。全体の流れを確認してみましょう。你怎么了？脸色不太好。我浑身发冷，头有点疼。是不是感冒了？快去医院看看吧。我一会儿就去。会話の間に3秒程度のポーズが入ります。まずはじっくり中国語の字幕を見て聞いてみましょう。你怎么了？脸色不太好。我浑身发冷，头有点疼。是不是感冒了？快去医院看看吧。我一会儿就去。もう一度中国語の字幕で見てみましょう。今回はポーズはありません。你怎么了？脸色不太好。我浑身发冷，头有点疼。是不是感冒了？快去医院看看吧。我一会儿就去。日本語の字幕で見てみましょう。你怎么了？脸色不太好。我浑身发冷，头有点疼。是不是感冒了？快去医院看看吧。我一会儿就去。今回のキーセンテンスは、我浑身发冷，头有点疼。全身が寒くて頭がちょっと痛いの。キーセンテンスを読みます。続けて発音してみましょう。我浑身发冷，头有点疼。繰り返します。
次は字幕はありません。しっかり聞いて発音してみましょう。我浑身发冷，头有点疼。映像に合わせて発音してみましょう。你怎么了？脸色不太好。もう一度繰り返します。你怎么了？脸色不太好。最後にもう一度映像を見てみましょう。你怎么了？脸色不太好。我浑身发冷，头有点疼。是不是感冒了？快去医院看看吧。我一会儿就去。今回の中国語会話いかがでしたか？たくさんの中国語を聞いて多くの表現を身につけましょう。好，那我们今天就到这儿吧，下次节目再见。